こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は成功する方法。まあ何もしなきゃ何も変わらないということをね。え今年読んだ中で、まあ一番良かった本。この幸福優位7つの法則。まあね。皆さんどんなレビューを書いてるのかなと思ってレビューを見たらね。あなるほど。こういうレビューを書く人もいるんだ。ね。あるいはね、すげえな、この人と。両方いてね。 まあそういえばまあ私の YouTube やメルマガを見てまあ私でも成功できますかみたいなね質問をたまにいただくんですけどまあじゃあ具体的にねどういう人が成功しやすいかこれは Amazon 室に限らず何でもそうなんですけどまとりあえずね Amazon 室教えてるんでまあ私にサポートを受けたいと言ってきた人がこんな人だったらまあこの人すげえ稼ぐだろうなとか。 いやこの人は断りますというようなのがね、まあ、レビューで面白いように、えー、分かりやすいレビューがあったんで、まあ、それをシェアしてみたいと思います。まあ、輸出面白そうだな、やってみたいなと思っている方はこれ見てね、あ自分もこんなふうなレビュー書くだろうなと、ね。まあ、本は、この本を読んでなくてもね、本を書いて、本を読んだ時にまあどんなふうなことを思うか、まあ、レビュー書く人ってね一部なんでね、えー、書く人は一部ですけど、 まあこの本で前向きな、ねあ、稼げそうだなって人が書いてるようなレビューを見たいことをもした基本的に稼げる可能性高い。批判的なね、涙こりゃっていい人のは、そういう考えをした人はやっぱり稼げないというのが言えるんでね、まあ、それについてシェアします。まず、成功する人たちのレビュー、特徴としてレビューが前向きです。ねまあ、せっかく本を読んだんだから何かいいことを吸収したと。これ良かったなってことを前向きに書いてる。あとね、 ま書いてある内容をちゃんと理解できている。これ、本を読んでるにもかかわらず、いやこれ書いてる内容、ね、理解できてないな。まあ、読んでないなっていうのはわかるんですけど、読んでないなじゃなくてね、理解できてないっていうか、あるいは自分の色眼鏡で見て凝り固まって誤解してるんですかね。っていうのもたまに見受けられますけど、まあ、そういうことがなくちゃんと理解できてる。そして何よりも重要なこと、実践していると。 まあこのようなレビューを書く人が輸出ビジネスを実践すればかなり稼げるようになるという例です。マルク、1番。私の人生の中でナンバーワンの自己啓発書である。この本に出会いとっかけて人生の柱が立った。ほんまにほんまにほんまにこれはおすすめですと。えーまあ、大阪の人なんですかね。まあ、反応が超前向きですよね。なんか <laughs>、あ,ありえないんですけどね。 えー、ショーン・エイカーさんの友人か、まあ、あの桜ですかみたいな内容なんですけど、まあ、ここまでポジティブに反応する人、まあ、これまさにね、この幸福より7つの法則、もうすでに読む前から実践してるんじゃないかなと思われる節がありますけど、まあ、こんな人が輸出ビジネスを実践すればかなり稼げるようになると。それから、ねえー、とても納得できました。 これこ、れ一番すごいレビューでしたね。自分が読んだ後、追加で4冊買って人にあげました。納得です。最近自分が不幸だなと思う状況に陥っていて、頭も働かない辛い状,況でした状態でしたが、やっと脱出、周囲の人にまたえられる機会にも感謝できるようになって、頭がクリアに働くようになりましたと。まあ、即実践して好結果を出して、さらにそれを他人にもシェアすると。まあ、この人が輸出ビジネスを実践すれば蔵が立つと。 いうのがね言えますまあ素晴らしいの一言ですよねこんな人にサポートしたいという感じですね、まあ、それからねネットで買いを見ましたと21日間感謝すれば幸せになれると書いてあったので実践しました最初はワクワクしながらやってましたが実際幸福度が上がっていく感じが途中で途切れました 今は感謝日記といって一日に5つその日にあった感謝したいことを毎日リストアップしています。これあの毎日3ついいことを書けって書いてあるんですけどそれじゃね幸福度が途切れて今度はね感謝日記にして5つ書いてるとこれ一瞬この部分を見るとね後ろ向きな気がするんですけどすごいなとこの初めの感触良かったから5つに増やして続けてるんだ。 徐々にであるが以前までは感謝できなかったのに気づき感謝するようにしています。やっぱりほとんどの哲学、宗教、自己啓発からも幸せになる条件として感謝は欠かせないようです。ちなみに感謝日記は1ヶ月ちょっと続いてます。これすごいですよね。1ヶ月ちょっと続いたってことはもう21日間の習慣化されてますからずっと続けられるでしょうね。それをきっかけ、並びに感謝の大切さを気づかせてもらえたのはネットでの省エイカー氏との出会いですと。 変わり続けることをそれず、より幸せになれるように、幸せを感じるように、幸せでいられるように、幸せに生きられるように価値観を幸せにおいて、日々成長していきたいです。ちなみに感謝日記はこれからも毎日継続していくつもりです。一年後どうなっているか楽しみです。余談ではありますが、僕は精神疾患、パニック障害を持っていますが、感謝日記をやり始めて、急にパニック障害が激変しました。以前は毎日吐いたり、過呼吸になったり、 救急車を呼んだりと、目まぐるしい日々でしたが、ここ最近1ヶ月はほぼゼロです。物事をポジティブに捉えるようになっていると思います。皆さんもぜひ感謝する習慣をやってくださいと。いや素晴らしいですね。これはね、まあ、実践してパニック障害を好転させていると。ねまあ、こんなレビューを書く人に輸出ビジネスを教えたいと。もちろん実践すれば稼げるようになります。まあ、この文章を読むとね、ちらっと思ったのが、 まあこの人、ひょっとして本読んでない可能性が高いなと思いました。ね、本の内容何も触れてないんで、えー、本じゃないところで言ってることをやってるんでね、これ多分ね、テッドの動画を見た人なのかなっていう気もするんですけど、まあ、そんなことはさておき、ねえー、いいなと思ったことを実践すると、ね、そしてバーニック障害を克服して,るしてるっていうのは素晴らしいと、ね、いうことが言えます。からさすらい太郎、幸福と、 成功と幸福の関係普段我々が陥りがちな罠成功すれば幸せになれるのではなく今幸せな人は成功するを説いた書です普段ポジティブ感情に満たされている人はいかにビジネス面や生活の面私生活の面で優位にあるかをこれ,でもかこれでもかというほどの事例や研究結果で説明されていますかといって著者はかつての成功簿にあった ポジティブになれるアファメーションを強いるわけではなく強引なポジティブ心機器はうつ病の元ですから簡単に無理なくポジティブに迎える方法を手法をいろいろと紹介してくれています私は私がこの書で一番嬉しい収穫だったのは自己認識ですひどい落ち込みから一番早く回復する人は自分の気持ちを認識して言葉で表現できる人だそうです私はこれを見て真っ先に ヴィパッサナ瞑想を思い浮かべましたお釈迦様が説いた瞑想であらゆる事象や感情にラベルを貼って瞑想する方法です怒ってる時は怒りとラベルを貼る方貼ると実際著者も瞑想を一つの手段として紹介されています昔の人はすごいですね最後にこの手の本は堅苦しく読みにくいなと最初は敬遠していましたがいざ読むと 著者の情熱あふれる語り口とユーモアであっという間に読めました。中でも興味深かったのは、著者がゲームのグランドセフトオートを朝の4時,4時まで5時間やった後、ゲームに影響されて本当にパソコン、パトカーを盗みそうになったくだりです。本当におすすめです。ブータン国王が来日して国民総幸福量が話題になった今、非常にタイムリーな本だと思います。多くのリーダーに読んでいただき、この考え方が職場に広まってほしい。 そして、生活稼に疲れ果て、今ある幸福を見失っているビジネスパーソンに呼んでいただきたいですと。欲しいつということでね。まあ、まあ頭がいいですよね。このようなレビューを書く人が輸出ビジネスを実践せばかなり稼げるようになると。まあ当たり前ですよね。まあ、非常に頭の良さがそこを賢から感じられる内容になってますね。まあ。 実践した結果がないのが若干の気がかりなんですけど、まあ、きっといい部分は取り入れて実践してるはずですで一方、ね、ちょっと怪しくなって成功する可能性はあるが苦戦するかもしれない人のレビュー、ね、人生観が変わりました自分のものの見方がマンネリ化していて凝り固まっていたことに気づかされました習慣を変えるのは難しいことですが実践していきたいです これもきっと頭がいい人なんでしょうけど、頭がいいがために、この、ね、えー、習慣を変えるのは難しいというのがね、まずブロックして発動しちゃってるというのが気がかりですね。実生観変わってないんですけどね、えー、それだと。まあ、何しろ、この、難しいとかね、えー、大変だとかめんどくさいっていうのが出ちゃう習慣のある人は、まあ、ちょっと苦戦するかもしれない。ね、どれだけ、ね、輸出をして稼ぐ必要があるか。 それによって稼げる稼げないは決まってくると今恵まれてて大して稼ぐ必要なかったら今年はちょっと厳しい可能性が高いです幸福と7つの法則仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論一つ一つ当たり前に見えることでもそれを全部じ全部しようと思うと難しいそんな法則ですが繰り返しその成果を書いたのでよしやってみようと思いました 一見前向きでいいんですけどね。いや、よし、やってみようと思いました。思うんじゃなくて、やれってことですよね。やってみようと思って、あの、この、この本ね、1日2分半で、あの、良くなる方法を書いたんでね、いや、まずそれやって、3日やってからレビュー書いたんならいいなと思うんですけどね。まあ、この人、多分、やってないんじゃないかなと思うんですよね。よくあるんですよね。セミナー参加したり、ね、話をして。 気づきましたとかね、分かりましたって言うんですけどね。分かって満足した人多いんですけど、その気配がちらっと感じられますね。それから、この,この2人はまだね、稼ぐ必要性があれば、金が欲しいとか、職を変えたいとかね、何か必要があれば、あるいは初めにうまくヒット商品に見つかるとかね、ぶつかるとかってあれば稼げますけどね。この人たちはね、もう無理だろうと。 ね、あのサポートしても無理だからお断りしますって人たちですね、まあ、実際私の動画ってねあのこのレビュー書くような人が見たら腹立たしいって言って、ね、二,度二度と見ないと思うんで、ね、あのサポート申し込んでくる可能性は非常に低いんですけど、まあ、こ,れこれはもう厳しいねという感じですよね理屈は分かるが実践できなかったポジティブな人には役立つと思う 理屈も分かってないじゃないかって簡単にポジティブになれる方法が書いてあるんですけどもうそれ難しいって切って捨てちゃうと変わることを全く拒否してるある意味人間の本能に素直な人ですねこういう人はやっぱちょっと厳しいとネガティブな人には難しいネガティブな人は確かに難しいですそれからね当たり前の普通な内容いちいち買って読むほどの内容ではない まあそのいろいろね魔法の杖とか青い鳥なのか猿の手かわかんないですけど探していろいろお勉強されてるんでしょうね当たり前すぎんじゃんと俺が見つけてるのはそんなもんじゃないすごいね指をパチンと鳴らすだけで人生が好転する方法を探してるみたいなねまあパワーストーンじゃなくてなんだあれアベンジャーに出てきたねあの5つの石集めればパチンと鳴らせば世の中変わるんかもしれないですけどそんなものは見つからないとね あのこれまあんですかね幸せになるとか成功するとかっていうのが当たり前の方法普通の内容なのは当たり前なんですよねだってみんな研究していろんな人が言ってるわけですからこれ突拍子もないねえ毎日なんだ毎日寝癖をつけたまま朝会社に行くとかね それをすると実はすごい成功するんですみたいな方法を言う人はいないわけですね。馬鹿げてるし、効果ないんで,で。やってみて効果がある人ってのは大体、ね、もう決まって言うのは、まあ、前向きに考える。困難も、え単にゲームだと思って前向きに考えて解決する。楽しむとかね。感謝するとか。まあ、良い習慣を身につける。ね、まあ、一行で合わせって言ったら、感謝するっていうことでしょうね。あるいは許すですかね。 その二つでだいたいほとんど成功するし幸せになれるんでそういった意味じゃ当たり前の普通な内容なんですけど、まあ、逆に当たり前の普通の内容なんだけど人間の本能には逆らってるんでねできない人が多いんでそれをいろんな角度いろんな方法で言ってると、ねまあ、輸出ビジネスで稼ごう方法は、まああっで当たり前ですよね、えー、買ったものを買った値段より高く売って利益が出る商品を探すとそれを売り続けるそれだけの話なんでね えなんだそれだけかってことなんですけど、まあ、分かっちゃいるけど、いろんな障害があったり、見つからなかったりね、えー、トラブルがあったり、ブロックかけちゃったりするんで、それをサポートして、当たり前のことをやらせてるというだけなんでね、この魔法の杖を探しちゃってるタイプの人は、まず行動しないんで、まあ、ね、うんまあ、何も変わんないでしょうね。今のままずっと過ごすんだろうなと思います。それからこれ、ね、一見、一見、 いいんだけどきっとこの人も厳しいなというねデータに基づいた説得性成功,の周り成功の周りに幸せはなく幸せの周りに成功があるという表現は東洋ではそれに類する表現は多々あるが西洋ではむしろ新鮮な表現と捉えているのだろうと本書のような内容の方は世の中に数多く出ているまた人生を歩む中で前向,きに前向きであることは誰しも必要であると漠然と認識している それを心理学の手法を使い、データに基づき分析した客観性に本書の得意性があり、そこが半数が挫折を感じるハーバード大学の学生たちの間で人気の講座となった言であだろう。本書は心理学の解説書ではないので、それらのデータの分析等の詳細説明を省略している。その点が学術として見ると物足りないが、むしろその方が一般書として読みやすく世に受け入れやすい。 そういう意味でこの本の初期の目的は果たしている。ね。まあ分析して終わりかよみたいなね。まあその分析の切り口もちょっとどうかなと思うんですけど、まあもいね。あの勉強してし続けることが目的の人というのはやっぱ一定数いますんでね。まあこの手のタイプの人はたまにやっぱサポート申し込んでくるんですけど、まず成果出ない。 で高額になってからはね、まあ、この手のタイプの人入るとトラブルの元なんで断ってます。ねまあ、本当はね、そのまま黙って55万払ってもらいたいんですけど、まあ、まずお互いいい形にはならない。だってね、勉強してるだけで成果出るわけないんでね、え、な,えな,なんでそれ気になるのと、ね。調べて答えてもいいけど、えそ,それにそれ、その質問に答えていろいろ疑問を解決するだけでサポート受けたかったんですかと。 稼ぎたいんじゃないですかってたまに不思議に思うことがあるんですけどまあまあまああの一定数いますねまあ何て言うんですかノウハウコレクターって、まあ、本に言っててねいくら、えー、サポートを受けても塾入っても本読んでも勉強しても稼げなかった、ね、いや稼げないし動かなきゃ稼げない、えー、だけどねなんだろう動きたくなるようなノウハウがなかった教えてる方が悪いみたいになりがちなんでまあ ちょっっとと厄介だだなな要注意だなと思ってなこののこタイプの人自分がこの,このタイプ理屈っぽくて動かないんだよねって人はねまああんまり成果出にくいです、まあ、そんな形で、まあ、この本ね、えー、これだけ良いレビューがあるのにそのくだ、まあ、らない先ほどの2つのレビューというのもつくわけですけどまあ私はね成功哲学や心理学 脳科学の本は千冊以上読んでますその中ではこの本はベスト3に入ると、まあ、こんだけ実践的にね、えー、簡単にできることで副作用のない方法で、えー、成功哲学、ね、あるいは脳,脳科学の脳の機能について解説してる本っていうのは初めて見ましたんでね、まあ、すごい感動的におすすめなんですけど、まあ、それでも、ね、批判的なレビューつける人ってどんな人なんだろうと思って見てみたらね まさにね、あの、稼げないタイプの人だなと思ったんで、まあ、私がサポートを受けるにあたって、スカイプ相談を設けて、まあ、それでね、もしダメだこりゃと思ったら断ります。断った際は返金しますと言ってるのは、どんな人たちかという例としてね、この3人、この3人みたいなタイプはお断りするというのでね、紹介しやすいなと思って、レビューを紹介しました。 まあ、そそにこの3人に該当しない人、あるいは上の、えー、この人たち稼げますっていうような人,人に、ね、該当するような人はアマゾン o n 稼げますので、まずはこのメールセミナーってとこをク,ロクリックしてね、で、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。日本人ならアマゾン o n で稼がないと損です。ご登録を待ちます。 以上、アマゾン n 出サポーター、堀秀夫でした。